はいどうも、こんにちは、クレイです。というわけで、今回は、アニバーサリー西選手&山本選手、ダブル初紹介、やっていきたいと思います。はい、というわけでございまして、先日ね、2に待望のアニバーサリーが登場したわけでございますが、今回はですね、僕がそのアニバーサリー登場初日に手に入れた2人の選手をですね、早速極めてきましたので、リアタイの方でランク戦で使っていきたいなと思います。まあ、この動画結構気になる方多いんじゃないかなと思います。今回ね、アニバーサリー第1弾でリアタイ要員として、山本選手、西選手、獲得しようと思っている方、獲得する予定の方、たくさんいるんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひ獲得迷っている方、獲得検討している方の参考になれば幸いでございます。まあ、もしくはもうすでに手に入れたよという方も、いるんじゃないかなと思うんですが、ぜひリアタイでのね、使い方であったりとか、まあ、僕自身も正直探り探りな部分があるかなと思います。正直この山本由伸選手なんかは、今回初使用、完全に初使用ですね。僕自身も、初めて極みにした選手なので、まあ、正直ね、どこまで通用するのか僕自身もまだ分かっていない部分ではありますが、非常に使うのが楽しみな選手かなと思います。ということでございまして、早速リアルタイム対戦本番に行く前になんですが、先日まで開催されていたこちら全国大会ですね。はい、僕はこのメインアカウントの方は、純正カップ、チーム魂カップの方に出ていたんですが、最終結果はこちらでございました。ベストレートが7450、順位が567位という結果でしたね。まあ最後の方ね、ちょっと連敗が続いちゃって、大会の成績若干落ちちゃったんですけれども、そこまで試合数をね、めちゃめちゃやったというわけではなかったかなとは思うんですが、まあ結果的にね、ランキングの方で、報酬 S ランク契約書がね、もらえるところまでは、いけたので良かったかなと思います。はい、ランキング報酬はこんな感じです。501位から1000位のところですね。まあ久々にね、ベスト1000のリボンをもらえたのと、あと S ランク契約書50エナジー、勝ち星50というところをもらえましたので、まあちょっと今回動画の一番最後で S ランク契約書引こうかな。今回これね、もらえた S ランク契約書最後に引きたいなと思います。なので、まあぜひね、最初から最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで、早速本編やっていきましょう。さあ、ということでございまして、やっていきましょう。リアルタイム対戦なんですが、まず初戦はこちら、阪神西選手からいきたいと思います。まあ、さっきの画面でね、疲労レベル1だったので、まあ、ウォーミングアップ的な感じで1試合やってきたんですけれども、こちらから使っていきたいと思います。まあ、西選手はね、シリーズ1からシリーズ2で、めちゃめちゃ大きな能力変更っていう感じでは、リアタイの部分ではないのかなと思いますが、ただ全体的に球種が強化されてる印象がありますね。スライダーと、カーブが B、あとストレートも B になったのかな。まあ、ちょっとサークルチェンジが B から C に下がっちゃったりっていうところありますが、ただ全体的に、総合的に見ると、強化かなと言えますので、そこは非常にいいかなと思います。あとは西選手はなんといってもやっぱここかな。コントロール20丸持ってるので、まあ、他の投手に比べれば、割かし狙い通りに、コントロールができるのかなというところです。まあ、あとは安定感下位、ここを僕ちょっとね、まだ特殊能力上げられていないんですが、この辺とか、あとは選抜等々も、まあ、つけられればね、より強くできるのかなというところです。はい、ということでございまして、この西選手使っていきましょう。さあ、ということでやってまいりました、広島での試合でございます。ちなみに動画の方で真面目にリアタイやるのは結構久々じゃないですかね。まあ、全国大会はね、この間チーム魂カップ、テクニカルカップともにね、1試合ずつやるみたいな動画ありましたが、メインアカウントでのこのリアタイ、普通のランク戦に関しては最近はガチャで出た選手を即使うみたいな企画ばっかりやってるので、まあ、久々のねガチリアタイかなという感じです。ただまあどちらかというと今回は本当にピッチャー2人をね、使う回なので、まあまあまあ攻撃はサクサクっと、うまくカットとかも入れつつやっていければいいかなと思っております。ただまああれですね、1試合やってきての感想は、非表示をね最近本当にずっとやってたので、カーソルが表示されるとわりかし打ちやすいなという印象はありますね。話しながらでも結構もう反応打ちでいけそうな感じではありますが、ただねこの非表示の大会の間にジョンソン選手にね、僕はかなり苦しめられたんですよね。広島純正の方のジョンソン使いに結構ね、2回か3回ぐらい負けたのかな、2回かな、多分2回負けた記憶があります。それも確かどっちも連勝がね、9連勝ぐらい行ってたところをね止められた記憶があるので、まあ、嫌な相手ですねというところだったんですが、まあなんとか先制できました。さあ、はい、ということでございまして、とりあえず初回4点取りました。4点、まあとりあえずコールドにはこれでならないはずなので、まあ西選手早速使っていきましょう。アニバーサリー西選手デビュー戦です。とりあえずまずストレートの使用確認ですが、まあおそらくシリーズ2も横に動きますね。はい、動きますと。で、あとはまあこのスライダーが B になっている、ここを使っていきましょう。まあ西選手の攻め方的には、僕は、まあ、シリーズ1もね使っていたんですけど、まあ、このスライダーとカットボール、あとは、まあ、基本まっすぐかな、基本まっすぐと、あとは縦スラをうまく使っていくっていう感じかな。この縦スラがね、この西選手変化量1じゃないですか、縦スラが。これがまあまあ地味に強いんよな。
さあスライダーを入れていきましょう。めっちゃ素振りするやん。めっちゃ素振りブンブンマンなんだけど。ちょっとめっちゃブンブンしてくる。あ、アニバギータ持ってるこの人、いいな、めっちゃいいじゃん。そんなブンブンすんなて、そんなブンブンすんなて。よし、あーゲッツは取れなかった。まあまあいいでしょう。まあ、個人的にこの西選手はめちゃめちゃ通用する相手と、もう全く通用しない相手がはっきり分かれるような印象が、まあ、あるかなと思うんですよね。まあ、本当にこの西選手が得意な方には全然通用しないんですけど、あとはストレートが B になったのは非常に大きいかなと思います。中心的にやっぱりストレートをね使うことが多くなると思うので、まあ、その球威の部分がね、高くなったということは使いやすくなったと言えるんじゃないかなと思います。さあということで、このシリーズ2森選手もリアタイデビュー戦ですね。いやーセカンドゴロ。初球打ち、イカ点の欲しい場面、この場面でさらに初球打ちに置いています。うわマジかマジか、ちょっとマジか、嘘、企画崩れました。はい、ということでございまして、続きまして山本由伸選手いきたいと思います。まあどちらかといえばこの山本由伸選手の使用部分が見たいという方はたくさんいるんじゃないかなと思います。この球種ですよ、この球種。まあ実は僕エキサイティングのね山本由伸選手を持っているんですが、まあもう別人級のね、ピッチャーになっておりますというところで、初めてねこの山本由伸選手リアタイの方で使っていきたいなと思います。じゃあ行きましょう。さあということでやってまいりました2試合目でございます。山本由伸選手デビュー戦、ちなみにこれ撮影してるのが深夜の2時ぐらいなんですけど、まあ結構ねモサーの方とはやっぱり深夜マッチングするので、相手の方の打率もね今回4割8分ぐらい打ってる方だったので、デビュー戦にはふさわしい相手なんじゃないかなと思います。ということで初球はスプリットで打ち取っていく。いいね。さあまっすぐ行こうか、まっすぐアウトロー、マックス157キロ。おおいいね、156キロ。この山本由伸選手スライダーカット戦法も使えて、なおかつツーシームスプリットもね逃げるということで、最近のリアタイはねやっぱりこのツーシームとスプリットの使い分けをする方がねまあ多いですよね、主流になってきているのかなという印象で、僕もねツーシームスプリットはマジで打てないので、まあこの使い方が一番いいのではないかなと思います。はい、相手の方もちょっと参りましたスタンプ送ってくるぐらいね山本由伸選手、まあ打ちづらいんだろうな。まあ僕も多分今相手にしたくないランキングナンバーワンが山本由伸選手かな。非表示だとねやっぱ投手大谷さんがね一番嫌なんですけど、まあランク戦で今当たりたくないのは山本さんかな。でもまあ間違いなくこのアニバーサリーで山本由伸選手を手に入れる方がたくさんいるはずなので、まあしばらくはランク戦でも使う人が多いんじゃないかなと思います。さあということで相手のピッチャーは則本選手ですね。で、さっき触れ忘れたんですが2番筒香選手で言ってます。普段は2番掛布さんにすることが多いんですけど、ちょっと今日は気分で2番筒香で言ってます。まあ筒香選手もね来シーズンはワールドスターかな、ちょっとこのままいけばね本当にメジャー挑戦という形になればワールドスターかなと思います。さあそして3番には王さんを置いてますね。王さんはもうシリーズ的にはちょっと辛い感じ、わーやっちまった感じなんですけど、まあでもね打ちやすさというところで、使っております。今年も来てくれるかな、 OB できたらぜひ取りに行きたいなっていう感じですね。さあギータ対山本由伸さん、このドロップカーブ使ってみようか、ボールにしてくれ。おーいいね、このドロップカーブも変化量4なので、まあ、かなり使えるかな。あとはこのツーシームがね、まあ、若干球威的には低い E なので、まあまあそこだけがちょっと怖いところではありますけど、でもしっかり動いてくれますし全然問題はないかな。よし OK。あとは結構迷ってるコメントを見かけたんですけど、通常のシリーズ2山本由伸選手を持っている方で、リアタイ基準の方は、まあ、先発に無理にこだわる必要はないと思うので、まあ、アニバーサリーは別の投手取りに行ってもいいのかなと思います。それこそ西選手とかを取るっていうのも全然 OK かなと個人的には思います。リアタイ的には確か山本由伸選手通常のシリーズ2はタイ、あべやべ嫉妬がチャンスボールが確か強打者持ってますよね、対強打者を持ってるはずなので、2球連続で失投を打ち逃しましたが、ちょっと集中してここでさよならして終わりましょう。
ありがとうございました。さあということでございまして、お待たせいたしました。最後に、こちら S ランク契約書ですね、先ほど言った全国大会の契約書受け取りたいと思います。まあこの契約書ね、ギリギリシリーズ2の完全移行までは残念ながら持ち越せないはずです。今の持っている S ランク契約書、皆さん持っている S ランク契約書は全て、完全移行までは多分無理かなと思います。というのも、まあまた完全移行に関しては動画を上げる予定なんですが、一応ミキサーがね残り32日までシリーズ1も出る、ミキサーが残り32日あるということは、まああと間違いなく32日時間は完全移行は来ないと思っていいかなと思いますので、まあ今現段階でね開けてもらってもいい契約書になるのかなと思います。まあこの契約書、そうだな、現状だと DNA の持ってないシリーズ2の選手が来てくれたら嬉しいかなっていう感じです。まあそんなところでラフに引いていきましょう。大会ランキング567位、報酬です。いきましょう。まあリアタイの大会ね、非常に楽しませていただきました。久々にね結構ランキングも含めて純正で頑張った気がします。ということで、そこでいただいたランキング報酬です。いきましょう。誰が出るか。おお、オリックス山岡選手が来ました。ありがとうございます。まあちょっと今回の動画、元オリックス西選手と、現オリックスのエース山本由伸選手というところで、まあ最後の最後までオリックスだったなというところでございました。まあこの山岡選手はね、もうセレクションですでに獲得をしているので、このシリーズ1は使うことはないかなと思うんですが、まあミキサー4位にさせていただきましょう。 OK です。ありがとうございます。はい、ということでございまして、今回は先日登場いたしましたアニバーサリー第1弾で手に入れました西勇輝選手、そして山本由伸選手をねダブルで初紹介だったんですけども、いかがだったでしょうか。結果的にね今回しっかり2勝0敗、防御率 0.00 でね2人とも終わることができましたので、まあ非常にいい動画になったかなと思います。でまあリアタイの方は最近ちょっとランク戦はねあんまりメインアカウントをがっつりやっていなかったんですけれども、また久々にねまあ動画等々でもねたくさんいろんな企画やっていきたいなと思ってますので、まあぜひ今後もねリアタイの動画含めてプロスペースの動画楽しみだよ、アニバーサリー関連の動画ガンガン出してほしいよという方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ぜひですねアニバーサリーとはちょっと関係なくなっちゃう部分もあるかなと思うんですが、先日の大会の結果ですね、ぜひ皆さんの順位、あとは報酬の結果等々ね、ぜひコメント欄にて書いていただけると嬉しいかなと思います。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。